今からなめらかおかゆに、150cc、 ちょっとこれ写して、 150cc の、お湯を一気に入れます。あれ取った？乾燥剤。うん、ジューン。これで攪拌します。さっきゆっくり、水をちょろちょろ入れた時より雲冷の差ぐらいの、状態です。この、プラスチックのスプーンでも十分攪拌することができます。だいたい出来上がりましたけども、それでもちょっと、中の、水をゆっくり入れた時よりは少ないですけども、多少ダマができているような気がします。食べてもやっぱり多少ダマがありますけど、これは別にあっても、食べた感じ全然違和感ないんで大丈夫だと思います。こんな状態です。これが熱湯、ここ見てください。ここ白いのあると思いますけど、ここのこれ混ざってないとこです、うん、でもこれがあるからといって、あ、こんなことになってますからといって、下の方にだいぶ混ざってないとこがあります。この混ざってないとこをうまく混ぜる方法をなんかうまく消費者に伝える必要があるのではないでしょうか。でもさっきも言った通り、これがあるから味が悪いということは全然ありません。以上です。